まず最初に切るのがここのリップラインなんですけど、やっぱりここのリップラインが綺麗にヘの字型になってない、ここがモサモサしてるとすっきり感がないので、ヘの字型、ヘの字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 は意識してヘの字にするんだ。意識してここだけ、ここの鼻のラインのとこだけ。それって、まあ、舐めちゃうのもすっきりするので綺麗に見えます、うん、からここを先に取って、この辺りの残す毛は残すんだ、残します。後で輪郭全部つなげる。本当ここだけ、ここだけ切って、うん、で私は口に入っちゃう毛、これめくってめくって、これは切っちゃいます。めくって、でもこうした時にこの毛があるので、まあ、それは邪魔にならないんだ。そんなにかからない、あの毛が丸くなります。なるほど。でこの辺りも残して、ピリッとしたここを、裏を切るんだ。裏というか奥を、うん、じゃないとずっと結構くちゃくちゃしてる子とかはこの毛食べちゃってることが多いので。あ、ごめんね。一気に見たら2ブロックだ。まあ、でもそこまで取んないですけどね、入ってるやつだけ。長くなると口に生えてやだと思う。この入る毛を切ったら目頭のここのラインを取ります。でよく三角になりがちな人はここをこう切っちゃうとここでもう短くなっちゃうので、ここで合わせるしかなくておにぎり型になることが多いんですけど、なのでここはここ全体を取るのじゃなくて、まずこの目頭のかかる毛だけを切ってあげて、こっちも同じこの短い目にかかりそうな毛を切ってあげて、そうするだけでも目に入る毛がなくなる、なくなります。それで大事なここのまっすぐなところ、作るマズルによってはこうふんわりさせたい人がいるんであれば、ここは若干カーブしてもいいと思うんですけど、でもおにぎりになりがちな人は少しもうまっすぐめに意識した方がいいと思います。そうですね、こうやってつなげて丸くするのも可愛いんですけど、まず三角になっちゃうって人はまっすぐ目に取って慣れてきてカーブつけた方がいいと思います。で入れる位置としてはがっつりこっちまで取っちゃうとマズルがふんわり感がなくなっちゃうので、取るのはここのあたりだけ。この幅でふんわり感が決まってくるんだね。そうですね。じゃあマズルが短い子っていうのはふんわり感が出にくいってことだね。高さっていうかね。まあでもここからこうやって作ってあげれば出ることは出ます、うん、あとはマズルが長い子は逆にここの幅を取ってあげて、ここからマズルってしてあげると、うん、そんなに、うん、長くは見えないくなります。でここをなるべく縦に、垂直っていうのね。そうですね、うん、ちょっと、縦に入れて、まずここのラインを決めます。ちょっと寝かしてるね。ああ、うん、そしたら、ここのまっすぐを取るんですけど、ちょっとピピピピ、私はここをまっすぐ高さを決めて仕上げでやる。仕上げで切っちゃいます。
結構この時に持ってる顔がすごい上だと、うん、まっすぐしててもここだけなくなっちゃったりとかは昔はしてました、うん、だから本当押さえる位置でまっすぐした方がまっすぐ取れます。見下ろすぐらいでだね。そうですね、うん、私結構この辺りがふわふわしてる昔はありました。である程度高さが決まったらアコ下を切ります。決まった。うん、ある程度、はい、結構シンくんは大きめ、うん、なので、まあ後で調整すると思います。ちょっとこの辺りのカーブとつなげる。この辺が決まったんだね。そうですね、この高さ、うん、なるほど。ここ、はい、でアゴ下は短くします。この時も意識はまっすぐ目で切ってます、うん、でも好きで40目でこれは50で。ちんくん奥まで。めくってこのたまる部分をよくここ汚れで固まる部分なんですけど、うん、ね、ここの部分をちょっと縦に。しんくんちょっと待って、すいて口に入らないように。見えなくなるんだね。ここ見えないですね、うん、これがかぶされば、うん、で縦に付いてるだけならそんなに短くへこまないように、うん、ハンハンした時にここが丸くなるようにはしたいので、口を開けた時にね。そうですね。決めたら今度サイドを切っていくんですけど、うん、と今リップラインを切って目頭の毛を切ってマズルの上の部分まっすぐに切ってと今顎下を短くしたので今度はマズルはここなんですけどこっちがちょっと顔のラインがあるとマズルが作りにくいので私はここを先に切っちゃいます。このラインで今取ってなくしてます。顎のタッキ切った場所から出てくるところこの子は頬がすっきりなのでこの辺りはなりになるように見て。1ヶ月に1回なのに結構伸びるの早いんだよ。伸びます。結構がっつり切るだね。でちょっと頬の辺りを切ったら前から見てここのラインを切っていくんですけどくんの場合は結構下に毛が下がるのであんまり立てすぎないで横にコームを入れて動いていかないでコームを入れて今ここが重いのでここを45度ぐらい斜めの角度でちょっと取ります。
でイメージはここと全部つながるように、ハーハーした時、口開けた時もつながるように。で斜め取ったら、じゃあここのまっすぐのラインを取って、マズルの幅を少し決めます、でシンクの場合ふんわりなので、そんなに今ある長さから切らないで、目頭ちょっと出るくらい。ごめんね、シンくん。でここの角が出てくるので、下から上に。そこ最後だ。そうですね、ここが一番私的にはポイントかなって思って、もう残して最後の調整にまでいじらないってことだね。そうですね、ある程度ここが短くても三角形、逆三角形のスマートなマズルにはなるんですけど、ここがもしなくなるともう三角になっちゃって、それでもう可愛くないかなって思うので、そうですね、ここは結構大事にして、大事。取っとく感じです。で、ある程度形ができたら、私はこの花より前に出る毛、ちょっとこの辺もたついてるんですけど、これをが出てこないようにしっかり押さえて、こうまっすぐ花より出る毛をちょっと好きですると面が綺麗に見えます、でちょっと自然な状態にして、ちょっと今ここが長いので、これを合わせて、でこの鼻のちょっとかかっちゃう毛は、ごめんなさい、私は切っちゃいます。シンク待って、どこのカーブ？これはケリーのちっちゃいカーブ。ちっちゃいか、
ここまっすぐに切ったので、うん、ここに角ができてくるので、うんうん、それを斜めすぎないで、うん、まっすぐめに少し90度だけどちょっと斜めにこの出てるところだけを切って丸みをつけます、うん、丸い、だいぶ丸いです。全体のバランスを見て左右合わせて、今度こっちから見ても丸くしたくて、今ここが角があるので、どこ、ここ、ここだ、うん、あるある、うん、これをハサミはまっすぐ90度のままここだけ取っていくので、これぐらいの角度、うんうんうん、でここだけ取って、丸めます丸くなりました。うん、ここもちゃんと毛並みに沿って流れてるし、粒はこんな感じで、うん、
です。完成。はい。完成しました。見てる時になっちゃう。サムネイル的な。